元禄14年の今日は播州赤穂城明け渡しの日。主君浅野匠の神殿中にて己光づけと人情のためお家は断絶、領地没収、脇坂勢4500名が包囲するうちに泣く泣く城を明け渡すということに相なったのでありました。全員籠城して巡視しようとかいろいろ強硬論もあったんですが、ひとまず明け渡すということになり、この時のリーダーが後に四十七士討ち入りの総大将となった大石内蔵助。しかしまあ主人の短気から300名余りの家臣は失業しちまったってんですがね、今で言えば社員300名の会社が社長の失敗で潰れたも同じこと。でも失業したのに主人を恨みもせずに敵を討ったって言うんですから、まさに武士の鏡であると言われましたね。赤穂の四十七士を祀ってある高輪の泉岳寺には今でもお線香の煙は絶え間なく揺らいでいます。